もう帰る。どうしたらそうなるんだよ。落としたやばいっしょ。落としたあ、そう、フィルム貼ってたんだけど剥がしてもういいやっつって放置してたのよ。そしたら終わった初体験。お前絶対フィルム回した方がいいよ。フィルム回してるけどさ、そんなならないよ普通。落としていや分かってる中の液晶が壊れてた。やばい、もう液晶来ちゃってる。もう今週の土日に変えないともうリアルやばい。危なそうなんか。えでもバックアップしたから爆発しそうなんか。なんか漏れ出してそれそんなことあんの。充電中とかなんか怖がってない。充電とかマジ怖がってないそれ。あんまり怖がってなかったけど液晶とりあえずやばいなと思って。結局ノリテは何してくんの。あのとりあえずキーボードはめっちゃしてる。あとなんかベッドもあげたけどゴレーロめっちゃ上がってる。ゴレーロはめようぜ。ゴレーロゴレーロこれ気ぃつけとやっぱなんか危ない感じするから。なんか普通にマークについててゴレーロに持ち合わせた。一回ユータに思いっきりプレッシャーかけてファールしてもらうぜ。ビビって出てこなかった。それそれあるけど、でも普通に多分あのパスコースだけ切ってゴレーロに持たせればこいつシュートならそうだよ。逆に行って相手のとこ使うと多分危ない。はめれるならいいけどはめる策が固まってないだから普通にフィールドプレイヤーのパスライン普通にみんなマークついてるのが一番いいと思う。プレス回避されるんだから。ユータ入れればでもマイプレできるかな。熱いよ、3枚でマイプレかける。俺がカロで入れられてないっていうことが。ああいいね。ファールするから公式戦はそうでもないかも。5ファールまではしなくて公式戦こそなんかあの激しさは逆にいい流れを生むかもしれない。なかなかあんないけるやついけるやつじゃないの。まあそうっすたくさん生き生きしてるわこっちだと。だからさっきキャプテンって言ってみんなに慕われてた。だって20年前ぐらいのユニフォーム着てるもん。なんかもうあの青いやつ。そうデザインが20年前だよ。やっぱこうしてみると伸びて普通に弱くないよこの展開ね。その人は足に違うの。別にめちゃめちゃ強いとも思わないけど別に弱くもないだから分かんないカミーザもそんな感じだったんだよ。カミーザもそんな感じだった正直。ビデオで見た感じだとそんなに強さ体感してなかったんだけど、あの前半の立ち上がりは結構ギア上がってて普通に結構強いなと思った。後半の辺からちょっとボールは持て始めたけど退場した後に点取れなかったのが全てだな。それはある。あの策がなかった。パワープレーじゃない4-3の。やっぱもう一人ドリブラー置くべきだったな。あれあれだね。別にブロックでもいいのか。ブロックドリブラーブロックでもいいっすよ、うん、だってもう一人かわせればシュートだからね、うん、ありだったね。いや堀さん出しておくべきだったな。堀さんって4-3もありのうまいから。そうだから4-3かどこに置いといて。いやみんな迷ったらしいのよ選手交代どうするか。ブチさんがやっぱ迷ったら変えた方がいいわ。ブチさんが強ければやっぱいややっぱみんながこっちの方がベストなチョイスだって思った時はそうした方がいいわ。迷わず俺らのセットとか関係なく。でも俺にちょっと疲れ見える。日焼けでしょ今。日焼け多分日焼け。日焼けろ。疲れが見えないと4人だから。あともう3試合あるきついね。やっぱあれハセさんだったんだ。いやどう考えたの。俺ハッサンには思い入れあるから。俺が一番最初練習来た時はまだいたから。確かにまだいたわギリギリいたわ本当にギリギリそう俺がいつだっけ。俺本当1回ぐらいしか見てないかも。高円寺体育館だろ。じゃあ多分あれが最後だったか。そう高円寺体育館あれが最後だったかも。ハッサンなんかそんな記憶が。一人俺や荒木さんがいたっていうのはその可能性ある。ハッサンの連れてきてる人は何だ。いやわかんない。ハッサンこういう関係あるかな。あ、そうなんだ。知らない。関西弁だったから地元の友達なんじゃない。すごいね。女の子をフットサルに連れてくるあんまいないし。なかなか。いや、俺は…でも普通に上手い。プレイヤーだから別にいいだ。でも普通に上手いけど。
畑さんよりはボールコントロールしっかりしてる印象はある。力強さを感じる、トラップ飛ばすに。マヒロよりはうまい。うわぁ全勝してもきついよ、これが。そう、溶ける感じ。あと 2回溶ければいいけど、オレンジは。とりあえず、オレンジ任すことに集中するわ。俺、次いいか？お前も俺も交代なしか。あの女の人休んだっけ？え、休んでたよ。ハセさんが一番最初？そう。あ？ハセさんが4番目じゃね？4番目。ここにいたの。あ、違う。ハセさん4番目？あれ？待って。あれ？俺が一番最初。ハセさんがそう、最後。ハセさんが。あ、違う。待って。多分女の人が一番最後。俺が抜けた時にハッサン入ってきてた。あれ？俺が抜けた時になんでハッサン入ってきてた？だから順番が違うんだよ。あれ？